どうも小瀬です。今日は地爪に板ネイルやってしまいました。事前にネイルチップで練習してから挑んだんですが、いろんな意味で板ネイル、痛いところがあった。ハロウィーンでワンピースの仮装をすることになったので、ネイルもワンピースにしようと思い立ち、こんな風になりました。ジェルだったらもうちょっと簡単にできたのかなと思いつつ、アレルギーやからしゃあないやんということでポリシで頑張ったよ。ではアクセント始まり。セブンイレブンでカラーコピーしてきました。この元の絵をどうやって作るかはまた後日動画あげるかな、あげないかな。親指にこれを貼ろう。デザインより2ミリぐらい外側を四角に切ります。うまくいかなかった時のことを考えて、ちょっと多めに切り出しました。ダイソーのカット板使います。このタイプがいいよ。剥離紙を剥がして、絵柄の方が接着面になるように貼ります。それをクリアファイルやお弁当の蓋なんかにくっつけて、これデザインナイフのお尻のところなんですけど、こちら側でガリガリガリっとこすります。物差しとかヘラみたいなものでもいいですよ。とにかくこうやってしっかりこすります。レーザープリンターのトナーを絆創膏にしっかりこすりつけます。これと似たようなやり方で板ネイル作ってらっしゃった方がいたんですが、その方はプリントしてから時間が経ったものはこれができにくいっておっしゃってました。多分なんですけど、時間が経ったらトナーがしっかり紙の繊維の中に入ってしまうから。デザインナイフで柄のギリギリのところを切っていきます。後ろこんな感じって何もないね。他のも同じようにこすりつけてカットしました。で、これを水につけます。こうして紙の繊維をふやかします。3分以上つけておいた方がいいかなと思います。じゃあ一つ取り出します。これをスタンパーにつける。指を使ってふやけた紙の繊維を取り除きます。私は爪を使ってみたんですけど、とても繊細なタッチでやってます。優しくね。強くガリッとこすってしまうと色のところが剥げちゃいます。少しずつ少しずつ剥がしていきます。乾いてきたら指先にちょっと水をつけて、また繰り返し紙の繊維を取っていきます。薄く張り付いた紙の繊維、こうやって目を凝らしながらやっているのでめっちゃ肩こる。眼精疲労もすごい。以前こちらの動画でも同じような手法で作ってみたんですけど、その時は白黒コピーだったので、今回初めてのカラーコピーです。もうそろそろやめてもいいかな。うっすらゾロ。もう十分紙の繊維取れたかなと思っても、乾くとこのように浮き出てくることがあります。そしたらまた手に水つけてこうやってこする。無限ループ。この果てしない作業を何回か繰り返していくつか作りました。この先もちょっと苦しい作業があるんだよ。これらの模様は白い紙に印刷されていたので、ベースの色が白という前提です。なのでこのような暗い色を持ってくると目立たない。じゃあどうするかというと、白いポリッシュ、これを裏に塗っていきます。幸いポリッシュを塗っても溶けなかったよ。だいたい大まかに塗れたら、今度は細かいところを塗っていきます。あー果てしない。年に1回か2回ならできるかな。またこの髪の毛ツンツンなって、うー、はい、できた。じゃあ黒を持ってくると、いいねいいねいいね。はい、こっちもやっていきます。ちなみに白いネイルの上にこれを貼るんだったら、この作業はいりません。今回黒いベースの上にこれを使いたかったので、こんな面倒くさい作業をしております。こんな感じに出来上がりました。この2つは白いベースの上に貼る予定なので何もしません。で、やっと爪の作業します。エタノールで水分油分取って、セリアのピールオフベース&トップ塗ります。外周1ミリほど開けて塗ります。乾いたら OPI のネイル塩ビー、これはギリギリを狙って塗ります。
乾いたらモーガンテイラーのネイルラッカー使います。こんな濃い色、これを中指以外全部の指に塗っていきます。2回塗り、中指だけ100均の白いポリッシュを2回塗りました。キャンドゥのマグアートネイル、キャンドゥのマグネットに追加でマグネット2つ付けました。この追加で付けた磁石も100均のものだと思います。多分文具コーナーかな。小指に塗ります。後で分かったんですけど、濃い色をベースに塗らなくてもよかったみたい。もう塗っちゃったからいいんだけど、この動画を見てる未来の私、覚えといてね。ポリッシュだから急がないと乾いてしまうので、慌てて磁石を近づけます。人差し指も同じようにやっていきます。ここまでやってトップコートを塗らずに寝てしまいました。次の日、全体にまんべんなく布団の跡ついてる。ほら、この上からアートしていくから大丈夫でしょう。お願い。ではいよいよこれを貼り付けていきます。貼り付けるやつだけ1枚取って、別のスタンパーにペタ。薬指と中指に貼っていきます。ホイール接着剤で貼るよ。この組んだりは何回も練習しました。でも練習ではわからないことってあるよね。中指もホイール接着剤塗っていく。どこ塗ったのか全然わかんない。透明になるまで待ちます。いよいよ貼ってく。あ、ダメだこりゃ。爪からはみ出る。緊急事態、緊急事態。とりあえずはみ出たとこ切る。でさ、さっきホイール接着剤をさ、そんな端っこまで塗ってなかったのさ。だから当然端っこがこんな風に剥がれた感じで残ってるよね。よし、この間にまた接着剤塗ろう。次やるときは、ネイルの方じゃなくってシールの方にホイール接着剤を塗ると良いですね。とりあえずこのまま接着剤が乾くまで待ちます。次、中指に貼ります。これは多分はみ出ることなく貼れるでしょう。いいぞ。ダイソーのシリコンペンで隙間なく押さえます。いいぞいいぞ。そうしてる間にこっちの接着剤が乾いたので、ダイソーのシリコンペンで押さえます。あーよかった、うまくできた。OPI のジェルブレイクで仕上げます。で、この時ね、気がついたの。あれ、なんかマグネットの効果がなくなってない？考えられる理由1、マグアートネイルが乾くにつれて、磁石で押しやられていた鉄粉が元の位置にじわじわ戻った。理由2、トップコート塗った時にマグアートネイルの表面が溶けて、さらに鉄粉が元の位置に戻った。もう鉄粉戻ってばっかりやん。右手の方は対策します。あとの指、普通にトップコート塗って、ささっとトップコート塗って、人差し指もなんかただのメタリックな感じになっちゃった。マグネット効果うっす。はい、じゃあ親指にもトップコートで、アートするの忘れてた。先ほどの失敗を生かして、今度はホイール接着剤をこちらのシールの裏の方に塗っていきます。白に白、分かりづらい。塗り終わったら2分ほど乾かします。乾かしたら親指にスタンプ。ダイソーのシリコンペンで一生懸命くっつけておきます。あとはトップコートを塗って終わり。右手、例のマグアートネイルですね。マグアートネイル1回塗って磁石近づけてから乾かしました。そして今トップコートを塗ってます。トップコート塗り終わったら磁石を近づけて、あー動くね。こんなに動くんだったらさ、トップコート塗った時にだけこうやって磁石近づけたらいいんじゃない？濃い模様をつけたいんだったら、1分くらいは磁石を近づけたままにしといた方がいいのかもしれませんね。で、最終的にこんな風になりました。
右手の方がマグネットの模様をくっきり残せました。見て見て、これ人差し指と小指。明らかにマグの感じが違うよね。勉強になった。親指はこんな感じになってます。とても同一人物とは思えない。今一生懸命ゾロのコスチューム作っております。ご視聴いただきクソありがとうございました。にわかワンピースファンなので他に名言知りません。いつものようにドロンします。